こっちがお願いしたんだDCT ガーデンショッピングモールがお願いしたんです。あの若頃さんコラボやってもらえませんかって。やっぱり若頃さんが持ってる知恵と技術とインフラに支えられて、あの作れるものは作れるという、これはまあ自分でその音楽をやっていてもそう思うんですけれども、実はその部分が一番大切で、その、まあ、デザインを起こして、まあ、設計図書いてというかパターンナーがいて、でそれを今度製造するという、この過程一個一個がすごい重要だと思うんですよね。最終的にはその、あの気持ちのいいパンツを作るため、だそういう意味ではワコールさんもしかいないと思って、まあ、うちの担当にワコールさんにちょっとお話ししてみてよって、ダメ元でもいいかなって。これはもういろんな方にお話ししたせいに、あの出た結論ですね。やっぱりそのワコールさんの実績ですね、はい、で、まあ、ぜひやりたい、はい、正直言ってね、大丈夫なのワコール面が作れば本当に。で今回はね、うん、全体的にその履き心地という意味では、あのそれこそ提案していただいた、まあ、ボディといいますか、まあ、こういうボディもあります、こういうのもありますということで履いてみて、あじゃあこれでいきましょうっていう話で、その辺が一番こだわったところですね。ウエストテープって言うんだっけ、ね、これの幅、これはやっぱりあの我々の年代はすごい気になるところで、ペロッチョって言っちゃうことが多いので、まあ、この辺と、あとやっぱりそのなんていうか、フロントの収まりっていうか、フロントを心地よくしようとするとやっぱりフロントなりの形状が出てくるんですよ。男子ものって俺が説明するのも変だけどさ、でそれがちゃんと形状を保ちながらも見た目がえってならないっていうのはすごい大事だと思うんですよね。人前で脱ぐとそれがやっぱり一番気になるんですよね。あとはやっぱり僕はツルツルが好きなのでこういうツルツル感があるのがいいなと、はい、いうことで、あとはご提案いただいたのはこの裾っていうんですか、その部分がすごいですよね、まあ、切りっぱなしっていうのがすごいなと思うんだけれども、製造するときにカットしたまんまでもこの状態で、まあ、ここに跡がつかないというようなもの、まあ、あとはお尻ね、お尻がちょっとうまく収まってくれればいいなと。あとはやっぱりワコール面を僕は強調したいので、もうその字の大きさまでいろいろお話し合いさせていただいて、でアドバイスいただいて、で決めさせていただきました。やっぱりなんかドリカムの吉田美也の詩から生まれる、まあ、吉田美也っていうのは本当に北海道生まれで、まさに空と自然の中で育ってきたので、詩にそういう部分がよく表れてるんですけども、なんかそれをこうパンツでも表現できればいいなっていうところから、いろいろご提案いただいたりして選ばさせていただきました。僕よりずっと理解してくれてますワコールの方がワコールさんの方が僕よりずっとドリカムを理解してくれてて、やっぱりドリカムとかその吉田美也の詩から発想するものはこういう感じいかがですかということでご提案いただいたんで、これはもう本当に日常使いは最高だと思います。もちろん日常使いって言ったって仕事を考えてなんですけども、素敵な色でありながら万が一例えば汚れがついてしまったりとか、なんかトラブルが起きた時に問題がないもの、やっぱり明るい色と、まあ、ダークな色というのは当たり前なんですけれども、この2種類があることによって、まあ、毎日の気分が変えられるということと、あとさっきも言ったまあ、僕も含めてですけど、ちょっと自信がない体をお持ちの方でもどうしようもないんですよ、それはもう根本的には。そういう方たちにこのやっぱり柄っていうのはですね、すごいカバーしてくれるというか、それがいいと思いますね、はい。でこのボタニカルの方はこれも2色使いなんですけど、これはちょっと遊びに行く時とか、サウナ行く時とか、ちょっと人に見られる想定というか、キャンプ行く時とか、なんかそんな時に明るい色はちょっとウキウキ系で行くとか、まあ、自分で着ていてもすごい上がるのでいいと思います、はい、癒されるし、ね、やっぱり色と柄選びっていうか、まあ、空とボタニックっていうか花をイメージしたパターンを使わせていただいたんですけども、やっぱりちょっと僕が思ったよりもワコールさんの意見の方がなんか過激なんですよね。僕はもうちょっとコンサバな色とパターンを選んでたんですけれども、いやいやいや今はこういうのがやっぱりすごい素敵じゃないですかっていうことで、ワコールは老舗なんですけれども、
やっぱりスタッフの方はやっぱり常にこうアグレッシブにこれやってみようこれやってみようっていうあの考えを持ってらしたので、それはすごく僕あの面白いなと思いました。決して保守的ではないというところですよね。でやっぱりワコールの女性 の, あの商品やなんかを見てても分かりますよね。やっぱりすごいチャレンジャーであるなと。僕はプロではないので、実はそのプロの方に提案していただいたことを選ばさせていただきたいんですよね。なんかそれがすごく好きなんですね。で逆に言うと、僕があの選ばさせていただいたことによって、またそのプロの方たちが、あ、そういう発想もあったかって気がついていただける。それをすぐ実行できるインフラ力があるというか、組織力があるというか、そういうものの、まあ、今回プロセスだったので、すごい楽しかったです。全方向のプレゼントに向いてますね。まあ、例えばお兄ちゃんや弟、あとはお父さん、みたいな感じでもいいんですが、あるいはまあ僕の年代はもうおじいちゃんもたくさんいるので、おじいちゃんにもプレゼントできるし、いいじゃんって言われると思うので、プレゼントには最適だと思います。レディースもあるの で, で本当にお店行ってね、あ、じゃあ同じ色で買おうかっていうこともできるだろうし、まあ、それこそお互いにプレゼントしちゃってもいいし、まあ、ちょっと照れくさいかもしれないですけど、お揃い買ってプレゼントするの素敵じゃないですか。まあ、下着は固定概念がすごくあるんで、ブランドに対する。でその固定概念が多分これでよりなくなっていくと思いますけど、ね、もう何遍も言いますけど、信頼ですよ。間違いないというところですね。今本当にいろんなものが手に入り、ウェブで買えますけども、やっぱり8割方、ああ失敗したなっていう感じが出ると思うんですよね。でもワコールのこのシリーズは全く問題ない。でその下着に対する意識がある人間がだんだんその年齢も上がってきますので、まあ、そういうまさに我々の世代がこれから下着楽しもうぜっていう、俺こんなパンツ買っちゃったよとか、こういうのどうよっていうような、まあ、サウナとかでもそういう会話とか、ジムでもそういう会話とか、まあ、皆さんあのコンプレッション系をお買いになると思うんだけども、そうじゃなくて、やっぱりこういうワコール面が持っている機能性もあって、そういうスポーツやなんかにももう最適である。下着というのは一番僕大切だと思ってますので、そこで、僕の履きたい下着をついに作ることができました。皆さんにもですね、ぜひこの心地よさと、それから癒しと、そしてちょっと、今日も頑張るぞという感情ですね、共有していただければ。